おお、なんだこれ。なんて言うんだこれ。ナマステなの？ナマステナマステって。すげえなこれ。ナマステナマステってなんか急に拝んでるよこれに。ねえ、はい、ね、急に拝んでるよこれに。これに急に拝んでて、なんかナマステナマステっつって思って拝んでて。はい、やってごらん、ちゃんと現地の人もやってたからいいことあるよきっと。はいはいはい、もう一回。もう一回、うん、なんてナマステナマステって言って。はい、ナマステ。毎年行っている社員研修に行ってきました。今年はですね、ネパール組とフィリピン組があるのかな。そして俺は、ネパールに行ってきました。そしてその時のですね、今回レポートなんですけども、特に今回に関してやりたいのが食レポ、食レポですね。ちょっとね、日本であんまり見ないものからまあまあいろいろありました。ね、お国があればなんとやるね、まあ、口に合う人合わない人いろいろいるかもしれないですけども、まあ多分ね、日本人にはね、ネパールの料理に、ね、口に合うと思いますよ。だってカレー好きでしょみんな。で、ほとんどの人がカレーは好きだと思う。で、だってもう毎日カレー食ってるもんだから、口には合うと思います。ただね、今回で分かったんですけども、日本人の口には合うんですけど、どうも尻に合わないような、みんな腹痛くなっちゃったね。まあ、腹痛に耐える勇者はぜひネパールでバカ食いしてみてください。いただきます。これはもも、くまちゃんに勧められた。あ、普通に食べていいよ。いいですか。どうぞ。失礼します。これはくまちゃんに勧められたネパール料理です。いただきます。まあ、いろいろ料理っていうのは世界中あるわけですけども、日本でもよく食べられる料理にそっくりなのもありましたね。今回はね、その中でもね、このね、ももっていうやつ、これはもうね、餃子だね。餃子をカレーのような汁につけて食ってるような、まあ、タレだよね、これにつけて食べてる。この会社にネパール人何人か働いてるんですけども、彼らに作ってもらったものはもうちょっと違うタイプのタレでした。おそらく地域とか、ね、家庭によって味は、ね、違うんだと思います。これはくまちゃんに勧められたネパール料理です。いただきます。食べてみると、というかさっきちょっと食べてみたらば、なんかカレーをつけていく餃子みたいな感じでした。はい、さくらちゃん食べて。いただきます。どんな感じ。今日は餃子っぽい。うまい。うまいね。カレーつけてる餃子みたいな感じでしょ。俺こっちのがなんか美味しいな。なんかうまいね。カレーつけてる餃子です。なんかうまいね。こっちが餃子じゃない。ニラ入ってて。あれ、こっちがチキンモモだそうです。さくらちゃんこっちも食う。食べます。はい、食べてください。お、今日は中身あん餃子っぽい。餃子っぽいですよね。ニラが餃子っぽい。いただきます。はい、どう。うまい。熱い。あ、何やってんの。面白い。いい、取れない。で、何、美味しい。美味しい。でも熱い。お、宇宙人、宇宙人どうね。どうね、マヤ文明の宇宙人。おいしい。お、チキンおいしいです。おいしい。いいね。よし、じゃあ俺も食ってみよう。じゃあ取って。はい。これ今ついてるんですよね。ついてついてる。お、待って待って待って、よいしょ。いっぱいつけて、はい、いっぱいつけて。いただきます。いただきます。はい。どうですか。まあ、このモモっていうのはね、見た目がね、チャオズのようなやつから本当に日本の焼き餃子みたいな形のやつまでね、いろいろありました。あとね、カレーですけどもね、散々食ったその中でもより抜きのカレー、一番美味しかったカレーを紹介してみたいと思います。
今ですね、一緒に働いているネパール人なんですけども、彼に紹介してもらったお店にやってきました。なんかわからんけど、これは壺に入ったカレーでした。もともとはね、この壺に入ってたんですよ。この壺にこうポカッと乗っかって、見た感じ火直火で焼いてますね、これ。はい。だから中にいっぱい焦げついたカレーが入ってもちょっともったいないけど、多分こういうものなんですね。こういう料理は伝統的なものらしいですね。それだとこのパクチーのかかったヤギの肉の料理です。はい。そしてこちらがなんかタニシっぽいけども海の食べ物だと言ってたんで、多分なんだこれは、まあ海の、巻き貝ですね。 スネールってやつですね。海のスネールのなんか構想がけと言っておきましょう。カレーになるのかな。正弘さん、どうですか、これカレーの味するんですか。これはまだ食べてみてないんで。あ、そっか、ちょっと。なるほど。1個いってみていいですか。はい、じゃあ1個食べてみてください。はい。これ粒的な感覚でいいんですかね。うん。これはながらみのように食えばいいんじゃないですか。はい。ながらみですか、ひょっとして。近いですね、すごく。ながらみに近い、はい、なるほど。そしてなんとこれと一緒に食べろと言って出てきた米がこれです。なんかちょっと、なんかすくってもらえますか、これ。はい、なんとサラサラです。なんか完全にフライドされて、なんか俺はなんかこのなんか宇治のさなぎのような感じに仕上がったライスが出てきました。これと一緒に混ぜて食べるらしいです。はい、では早速実食いってみたいと思います。はい、どっちみたい、これを入れて。そうですね、柔らかくて。はい、じゃあ行ってみたいと思います。これは何だろう。行け。うんうんうん、うまい。俺の好み的にはというか、というよりかは普通に考えたら今回のネパール旅行なんか一番美味しいヤギです、これ。うん、普通に考えたらね、好き嫌いはあるかもしれないけど、普通に考えたら一番上質です。うん、これはひょっとしたらば前働いたラムちゃんが言っていたネパールで美味しいヤギと言っていたベアボートかもしれないですね。美味しい。うん、うまい。うん、これ普通のライスの方がいいな、俺。でも辛いです。うん、うまい。うん、うまい。うまい。うまい。これ他の食わないで、このつぼ焼きだけ食ってもよかったんじゃないの、これ。今ですね、つぼに入ったカレーの作り方を見せてくれるということなので、ちょっとお邪魔。あれ、ここ便所だぞ。あれ、なんの、間違えた。sorry、sorry。お、間違えて便所に入りました。いや、間違いましたね。なんかね、急にね、カレーの作るところに見せてくれるって言われて、後ついてけって言われて、後ついてってカメラ撮りながら入っていったらば、間違えて女便所に入っちゃいましたよ。もう、いや、びっくり。ごめんなさいね。あ、こっち作ってんだ。あ、ここは便所じゃない。あ、あ、すごい。こうやって壺を焼くんですね。おぉー、おぉー、あうーす、素晴らしい。こうやってつくんですね。なんか扇風機みたいなものがぐるぐる回ってます。こうやってカレーを壺で焼く。はぁ、すごい。このように料理はできていくんですね。すごいですね。お、できました。お、なんか混ぜてます、かき混ぜてくれてますね。お、また蓋をした。それは
水は油だけ作ります。油だけ作る、水は入れてない、うん、ああそうなんだ、はい、なるほど。このカレーの料理は水を使わないで肉から出た油、油だけで作っているそうです。そういうことか、ね、これはうまいですね。はい、で次はね、これね、ネパールのデザート、街を歩いてたらばデザートを売ってるというかケーキ屋さんが入ったんです。そしてケーキ屋に入ってみたら普通じゃないんですね、このケーキ屋さんが。なんかしたけど何でもかんでも液体の中に入ってるんですよ。でカレーパンあったんです。そして食べたんです、頼んだんです。そしたらば、まあ、インドネシアでいうところのサンバルマニスだな、あのサンバルマニスっていうやつに似たような甘辛いチリソース、その中に急にカレーパンをぶち込みやがって、しかもそのカレーパン皮がカレーパンじゃねえというか揚げパンじゃない、何かつうとなんとパンに包まれてましたね。ちょっと変わったデザートがいっぱいありました。これね、このね地域っていうのは本当にその地域の人たちが買い物に来る庶民が暮らす生活のね買い物の場所でした。でそこで見つけたデザート屋さん、ケーキ屋さんです。はい、今ネパールでケーキ屋を見つけたので気になるものをちょっとずらっと買って並べてみました。まずこれが何でしょう、なんだか一つもわからないです。写真を撮って後でクマちゃんに説明してもらおう。いい？はい。いや、うまいな、俺は。みんなまずいって言ってますけど。いや、うまいな、俺は。うん。チーズだよ。乳タンパクを固めて、小麦粉なんか入れた感じ。でこっちはなんだこれ、一見プリンのようだが、なんか硬いぞ、なんかちぎれてきた。さあ、いただきます。はい。カスタードクリームをむるむる捨てといて、さらに、なんだっけ、クミンだ、クミンシードで出汁を取ったような感じですね。うん、カスタードも入ってる。カスタードの味とバニラエッセンスの味もして、あとクミンシードの味がします。これはなんだ、この一見犬のウイルスみたいな感じです。なんかシロップに使ってました。お、スプーンがやったらやるけ。お、中はこんな色です。これは飛行機の中で食べた、あのなんか恐ろしく甘いやつだな、多分。いただきます。うん、甘い。簡単に言うと、硬いカステラの、硬い生姜味のするカステラのシロップ漬けです。さあ、これは。一見普通に見えますけど。うん、一見蒸しパンが水の中に浮いているような感じです。さあ、どんな味でしょう。初めて食べんな、これ。なんだよこれ。蒸しパンを甘くもなんともないスパイスの効いたつゆに漬け込んで味をつけたような、なんだこれ。食ったことねえな、これ。初めてだな、こういう食べ物は。なんだよこれ。なんだよこれ。なんだよこの驚きの味だな、これ。これはデザートとは呼ばないと思うな。これを初めに食うとは加藤君相当ついてないよ今日。ピクルスだな、要するにケーキのピクルスです。うん、そういう感じ。うん、蒸しパンのピクルス。うん、まあその表現が一番間違いないと思う。
で、これがこれをこう本当に手にちぎってくれた。そうですね。いただきます。なんかうまそうなやつね。カレーパイだよ、これは。カレーのパイ、カレーのパイ包み。ただこのカレーといってもこういうちょっと得体の知れないアリの卵風な調味料というか、なんか具材の入った不思議なものだな。うん、アリの卵風の調味料が入ったカレーパイです。パンじゃなくてカレーパイ。この下のタレがちょっと、なんでカレーパイをこんな甘いものにつけるのかな。甘酸っぱい。あのインドネシアでいうサンバルマニスってやつ、要するにサンバルっていうのは唐辛子なんだけど、唐辛子、甘い唐辛子、甘みの加えた唐辛子ソースのことをサンバルマニスって言うけど、それだね、これは。はい、以上、ネパールのケーキ屋さんで売られていたケーキのレポートでした。いかがでしたか。今回もいろんな料理食べましたけども、やっぱりね、俺が記憶に残っているのは、やっぱりあの壺のカレーだな。あと何？デザート。これもね、ちょっとね、特殊ですよね。だってさ、突然ケーキがさ、ピクルスと一緒に入ってさ、酢漬けになってんだもん。しかも唐辛子みたいなのが入って、唐辛子のピクルス。はじめさ、俺さ、なんだっけあれ、サボテン。ね、サボテンのピクルスってあるでしょ、よく。そのサボテンのピクルスだと思ってバクって食ったら青唐辛子なんだもん。びっくりしちゃったよ。まあ、ね、国が変わればね、いろんな食べ方があるものです。